そうですね、まあ、前半が縦の突破がちょっとうまくいってたんですけど、まあ、中に切り返してシュートっていう場面が少ない中で、後半入る前に、尾崎さんや周りの選手たちの中にカットインしてシュートを1本打てるように意識しろっていうことを言われてたんで、まあ、その形がうまく最初の後半決めたシーンでもあったようにいい感じに決まったので、それが本当に1点目、自分が決まったゴールにつながったと思います。そうですね、まあ、セレッソの前にもう1試合、兵庫県代表が入っているので、まずはその目の前の試合の兵庫県代表をちゃんと自分たちのサッカーして、倒して、いい形でそのセレッソ大阪戦に臨めていけたらなと思います。先制点は取れたところは、立ち上がりは良かったと思います。まあ先週のリーグ戦もそうでしたけど、そこから追加点取るまで時間がかかっている中で、まあ、同じようなゲーム内容になってしまったのは、まあ、チームとして、まあ、攻守のところにおいてもやっぱり、点取った後どういうふうにやっていくかというところはちょっとこう難しい部分があったので、まあ、そこは今後の改善点かなと思います。まずは福井県代表として、しっかりと戦えるようにまた準備していきたいと思いますし、まあ、今日も雨の中、スタジアムに来ていただいた方もいますし、本当にそれは本当にありがたいことですし、
そういった皆さんの思いもまた、力に変えて頑張りたいなと思います。まあ決勝だったんで、まあ、どんな形でもいいんで勝利っていうことを目指してたんで、まずは勝ててよかったです。まあ、一つ一つ勝利を積み重ねていって、その強いチームに、 J1 とかのチームにもう食ってやるって気持ちで今みんなで目指してやってるんで、そこを目指して頑張っていきたいと思います。そうですね、やっぱあの何の大会でもやっぱ決勝っていうのは難しい、試合になると思ってたんで、あのまずは、福井代表に慣れて、よかったと思います。はい、そうですね、まあ中身としてはやっぱ 1-0 で折り返して、でその中でもあの前半、自分たちのミスで、危ないシーンがあって、でその中で、杉本、杉がやっぱいいセーブでね、なんとか防いでくれたんで、大事に至らなかったんですけども、やっぱあそこでやっぱ決められてたら結構難しい試合になったと思いますし、やっぱその点ではやっぱりまだまだあのしっかりね、あの勝ち切るとか、やっぱりその自分たちのミスで結構苦しくなっているのもあったんで、そこのあのミスをしっかりあの修正して、で次に本大会に向けていきたいなと思います。そうですね、もうあの、北シェンツリーグもあの天皇も同じようにあの全力で戦うだけなんで、あの、まあ、変わらず、やりたいんですけども、やっぱりその天皇杯はやっぱりその、まあ、次兵庫県代表、まだどっちとやるか分かんないですけども、まあ、そこを勝ったらあのセレッソとできるんで、あのしっかり上のリーグと上のリーグのチームと、あのどれだけ自分たちができるかっていう本当にいい機会になるんで、あの本当にあの 俺らが本当にいい、サッカーをやってて、いいチームなんだっていうのを、ね、あの全国に、知らしめるいい機会なんで、そこは、ね、あのしっかり戦って、強い兵庫県代表にもしっかり勝って、でそこに向かいたいと思いますし、やっぱりあの北信越リーグはあーリーグで、難しい試合なんで、あのそこは、同じように全力で戦って、地域決勝大会に出れるようにあのまず優勝するのを目指してやりたいと思います。どうもありがとうございました。またお願いします。